海外でも公演させていただくことが増えまして、先日はアメリカロサンゼルス公演を終えてきたばかりです。今回はですね、900人ほどのとても広い会場で、そこの会場が満員になりまして、最後終演後はスタンディングオベーションでとても温かい盛大な拍手をいただくことができました。その時にこの衣装もちょうど来たんですけれども、まあこの衣装でですね、マイケル・ジャクソンのデンジャラスという曲を、この、まあ、紙下、そして袴、こういった新しいスタイルで踊るという、それをですね、とても評価していただきました。振りもですね、マイケルが使ってる振りをあえてこう入れさせていただいて、それを日本舞踊的な所作動きにすることによって、アメリカの皆さんに喜んでいただけたんじゃないかなと思っています。